はい、始まりました。稲ョブの試しに録音してみた。略してためろトーク62。このポッドキャストは30代後半ものづくりが好きで、子育て中のエンジニアである稲ョブの何でもない雑談をお届けするポッドキャストとなっています。それでは今日も始めていきたいと思います。では、健康のコーナーなんですが、体調が悪いです。先週ね、治ってき、治ってきたとか体調が結構良くなってきたみたいな話をしていたんですが、えー、まあでもフラグはありましたね。先週なんか、その、 えっと、睡眠時間が短くても平気になってるなんて言っていましたが、あどうやら平気ではなかったらしく、うーとですね、水曜あたりからなんか夜中に腹痛をしたりで、急な眠気みたいなのが出てきて、で、木曜日ぐらいから咳が出始めて夜にはダウンしていましたと。で、そこから、えっ、ー、と、今日ぐらいまでダラダラと体調不良が続いていますと。えっ、ー、と、 昨日ね、病院に行って薬をもらって、えっ、ー、と、まあ、薬のおかげか、まあ、日付が経ったからかわかりませんが、結構楽にはなってきているんですが、咳がまだちょっと残っているのと、まだなんかね、100%、100%っていうか、いや、まだ全然20%ぐらいの回復で、仕事、 100%じじゃでできないないいっていう感じがするので、まあ、ちょっと仕事しては休憩したりみたいなことをしながら不規則な勤怠をしているという感じですと。でまあ、ポッドキャストどうしようかなと思ったんですけど。 まちょっと話したいこともたまってるし、う、え、ん、ー、まあなんかその仕事できなくてポッドキャストできるのかよみたいな話あると思うんですけど、正直それはできる、な,なんていうのその、優先度の話で特に子育てを始めてからは、その、そのしなんていうのその、病を押してでもやらにはいかんことって結構あって、その中で仕事のプライオリティってあまり高くできないというか、相対的に下がってしまう中で、えっ、ー、とまあこうやってその日々のルーチンをこなすこととか、もちろん娘の面倒を見たり、 とととかかかする話とかえっと家事だったりとかそういうものをまあいろいろ考える中で、まあ別にね、無断欠席してるわけじゃなくて、有給で休んでいるわけですから、えっと、まあ何やってもいいんじゃないというわけじゃないけど、まあ日々のルーチンとして歯磨きをするかのごとく、ポッドキャストはまあ撮らせてもらおうかなと思って、え録音していますと。でですね、まあ、体調不良の記録をね、つけるようにし始めたんですよ、4月から。で、改めて体調不良のページを見てみると、体調不良2024年4月。 体調不良2024年6月、体調不良、えー、7月、8月と <laughs> ですね、えー、5月を除いてすべての、えー、月に体調不良が発生しておりますと。あまあ、これらすべて、その、大きな風邪的なもので、あの、もう会社も休んでずっと寝てたとかっていうと、そんなことなくて、それは4月のやつだけですね。で、えっ、ー、と、6月、7月のやつはちょっと一時的に1週間、でも1週間を超える長さの、まあ、なんか、お腹がゆる、ずっと緩いとか、肩がだるいとか、夏バテのような体調不良とか、まあ、そういうものがあってですね、まあ、 改めて整理すると、私結構体調不良になっているな。なんてえー、まあ記録をしていて思いました。で、今回の体調不良は非常に4月の体調不良と。 似て、似た症状になっていて、あの、まとめて、まとめていくっていうか、まあ今日もこんな症状だなっていうのを書いていく中で、えっ、ー、と、なるべく早めに対応しようというところで、まあ月曜日に行けたのは、病院に行けたのは、まあなかなか早く行けたんじゃないかなと思います。で、お医者さんにも同じような説明がうまくできても、同じお医者さんだったんで、薬も同じものを出していただいて、で、同じように回復してきているので、きっと同じように治るんだろうと、えー、思っていますと。で、この、病み上がり時期に何をするかみたいなのも結構ね、うん、難しいというか、ずっとね、床に伏せてでれ治るんだったらいい んですけどなんかどうもね、この年になってから、なってなのかな、その、ちょっと、そんなんてうの、アクティブレスティングっていうの、ちょっとその、体を動かしながら、 休むみたいなことをしないと、肩こりとかの方が勝ってきて、頭痛になったりとか、うーん、するんですよね。で、だからってパソコンの前でずっと作業できるかって言うと、今度は目が痛くなったりとかして、で、じゃあラジオで体操しましょうとか、ちょっと今日なんかベランダ菜園の様子をちょっと見ましょうとか、まあやっぱ少しずつ、老人化っていう感じですけど、<laughs> でもその、うん、なんかパッと日常に戻るんじゃなくて、徐々に徐々に体を動かしたりし,、えー、していくと、まあ、そのずっと、 ととこに伏せててもね、うん、自分も辛いし、それで回復も遅くなるんだったらいいことないので、まあ、徐々に直してい、えー、きたいなと思っていますと。でですね、土曜日、違う、日曜日か。日曜日にどうしても、まあ、なんか妻もあんまり、あの、あじゃあ土曜日妻にずっと子供を見せて、見てもらってたんですけど、4歳の子供がいるんですけど、それでその日曜日の午前中もなんかすごい妻も辛そうにしてて、これはちょっと私も、 まあそこまでね、うん、その、症状がね、あんまりないんですよ、私の風邪。邪なんか喉が、喉が痛いだけ、喉が痛いじゃない、咳が出るのと、あの、すごく、朦朧とするというか、熱はないんですよ。熱はないんだけど、えっ、ー、と、やる気が出ないというか、まあ、なんだろうね、うん、なんか、倦怠感みたいな感じで、えっ、ー、と、まあ、 その、で、頭痛さえなんとかなればいけるわ、と思って、えっ、ー、と、家にあったアセトアミノフェンを、あの、これね、コロナの、うんと、予防接種のあ時に買ってたやつだと思うんですけど、あの、アセトアミノフェンを飲んで、<laughs> と、飲むとですね、綺麗に頭痛だけ消けるんですよね。それで、あの、4時間、えっ、ー、と、 ず、頭痛が消えたら咳が出るだけなんで、まあ、マスクして、娘とちょっと時間を過ごして、んで、4時間経ったら頭痛が再開してくるので、妻にバトンタッチって言って、私は寝ましたけど、いや、その、いや、本当に頭痛きれいに消えるんですよ気持ち悪いぐらいね、なんか、まあ、でも、その頭痛には理由があるので、あの、なんていうの、アセット目のン飲み続けとけば、あの、頭痛が治るから大丈夫ってわけじゃなくて、あの、その後、しっかり寝ましたけれども、あの、いや、人類の発明って偉大だなと思うと同時に、 こんな薬一つで、こんな粒一つで、頭痛4時間、きれいに底が消せるっていうのは、なんかやばい技術だなと、えー、改めて感じました。あと、肩こりもね、その瞬間だけ消えるんですよね。汗とアミノフェン飲んでると。で、まあ、その、効くのは分かってるんだけど、あの、なんていうのかな、その、うん、治すわけじゃなくて、単に痛みをマスクしてるだけだよって思いながら、えー、っと、服薬しておりますと。いや、まあ、効くのはいいんですけどね。はい。 で、そう、風で一つ、えっ、ー、と、この間というか、このね、4月の体調不良の時に学んだのかなその前だったかなその、咳が出ることと、喉が痛いことは、えっ、ー、と、違うんだよって、あの、耳鼻科の先生に言われて。それまで私、咳が出てると、耳鼻科だと思ってたんですよね。咳が出て、止まらない。こういう症状の時は耳鼻科に行くべきだと思って耳鼻科に行ってたんですけど、耳鼻科の先生に君、それは、咳は出てるけど、喉痛くないんじゃないそれって言われて。あ、言われてみれば、喉は痛くないぞ。 と思って、先生にそう言うと、あ、それはね、自陰科じゃなくて内科だよって言われて、今度からそういう症状の時内科に行きなさいって言われて、あ、そうなんですね、と思って、で、今回は内科に行ったんですね。で、実際今喉は痛くないんですよ。で、なんか、今の今まで、もう少なくとも30代までは、35歳までは、<笑><笑>えっと、そう、咳が出ることと喉が痛いことは混同してたというか、同じ症状としてまるっと考えてたんですけど、これ、 全然別なんですね、と思いまして、えっ、ー、と、いや、正しく内科か、えっ、ー、と、自備科かを選択できるように、えー、なったよという話で、多分、わかんない。私だけですかね、聞いてる方ももしかして、まだ喉が痛いことと咳が出ることを混同していませんかという、まあ、ちょっと、ちょっとした tips、えー、なんですけれども、えっ、ー、と、まあ今回は喉が痛くなくて咳が出るだけというところで、えっ、ー、とあ、こんな、こんな咳が出るんですけど、 えー、内科に行ってきました。で、メジコンだっけ、咳の薬をもらってきて、えっ、ー、と、まあ、そこそこ効いてるんですけど、まあ、でも咳は出ますね。まあ、この咳が来週の、えー、この時間には治ってるんじゃないかなと思いますけど、まあ、そんな、えっ、ー、と、まあ、これは体調悪いですね。あものすごく体調の <laughs>、えー、悪い週となっております。はい、そんな健康のお話でした。えっと、日記からのネタ行きましょうか。これが話したかったやつなんですけど、えー、っと、新しいノートパソコンを、えー、購入しました。まあ なんかこういうネタは、最初の頃はね、ポッドキャストであんまり話さないでおこうかなと、なんていうのかな、その文字にした方が伝わる情報だから、ブログ記事とかにしようかなと思ってたんですけど、まあいいやと思って、まず喋るっていうのやってみようと思いまして、まあこの後多分ブログの記事とかにしようかなと思ってるんですけど、新しいノートパソコンを買いました。 なんで購入したかっていうと、もともと持っていた、えーノットパソコンが、えーデルのラティチュード5580っていうやつなんですけど、えっ、ー、と、Windows 11に対応していないんですよね。TPM がないのかな。まあ、なんか無理やりアップグレードすることはできるらしいんですけど、それもま、無保証というか、その要件満たしてないのにあげても後で何かおかしくなっても困るし、で、Windows 10の EOL が、えー、いわゆるあの、サポートがなくなるのが来年の10月かな。なので、まあ、それまでに買う必要が、 あるというところで、えっ、ー、と、まあ、買いましょうっていうことで、えっ、ー、と、いろいろ調べて、えー、いました。でも全然、今のノートパソコンの事情とかわからずに、えっ、ー、と、まあ、でも今、えっ、ー、と、で、今回は性能不足が、えっ、ー、と、不満の、乗り換えの原因じゃないから、あの、Windows 11が乗れば、まあ、ある程度以上のスペックがあれば、今より悪くなら,な,らなければ、いいよと思って、えっ、ー、と、 用件を選定しまして、えっとまあ、ノートパソコンなんですけど、えー、モニターは15インチで、えー、っと解像度はフル HD 以上、まあ、フル HD がいいな。でまあ、メモリは今のパソコン、あまあ、前使っていたパソコンが 32GB 積んでいたんで、えーっとまあ、そのぐらい欲しいかなと思いつつ、 えっと、まあ、実際メモリー使用量見てみると、まあ、16GB あれば足りそうだなという感じはあったので、まあ、できれば32以上、まあ、16でもいいかなというところで見てましたと。で、ストレージは、えっと、今 1TB の SSD を使っていたので、これを、えっと、1TB 欲しいなと思いつつ、えっ、ー、と、まあ、これは移植できそうだったので、えっ、ー、と、古いまパソコンに入っている SSD を新しいパソコン、買ってきたパソコンに差し替えるっていう風にしようかなと思って、え、考えましたと。CPU は、全然わからない。インテルのコア、e i なんとかみたいな。 わからないんだけど、えっ、ー、と、だいたい確かインテルの CPU は世代第何世代の、えっ、ー、と、Core i3、Core i5、Core i9 みたいな、そういうバージョン番号だったかなで、<laughs> 値段とか、えっ、ー、と、ベンチマークとかを見ると、あよくわからないけど、えっ、ー、と、インテルの第10世代の Core i5 とかが、えっ、ー、と、なんていうのかな、ガクッと値段が下がってる感じに見えたんですよね。 で、まあ、そこまで最新もいらないし、元々のパソコンが、えっ、ー、と、コア、あえっ、ー、と、あ、じゃあ、インテルの第6世代のコア i5 だったんで、まあ、悪くは絶対ならないというの今分かってたんで、えっ、ー、と、まあ、コア、えー、6、6世代から第10世代、11世代ぐらいまで,ですね、えー、大ジャンプをしようかなと、思っています。まあ、5万以内で買えそうだなっていう感じではありました。で、OS は Windows 11が入っているもの、これが、えっ、ー、と、当初の目的なんで、えっ、ー、と、それを目指していましたと。 で、まあ、ブランドは何でもよくて、えっ、ー、と、まあ、でも、この、いつも私の買う、えっ、ー、と、まあ、安さ、安さとスペックだけで見ると、まあ、大体デルとか、シンクパッドみたいな、あの、ビジネスって使われているものの、えっと、型落ち品になるのかな中古品を、えっ、ー、と、とか、ヒュレットパッカールとかね、のものが引っかかることが多いんで、まあ、そんなもんだろうなと思って、えっ、ー、と、調べてみましたと。で、結局購入したのは、シンクパッドの L15 っていうものかなシンクパッド L15Generation2 Gen っていうのを、えっ、ー、と、買いました。えっ、ー、と、 なんか他にもね、いくつか、えっ、ー、と、同じくデールのパソコンでもいいのがあったんだけどうー、まあ値段とか性能とかの、うん、折り合いをつけて、ね、シンクハードにしましたと。えー、まあ値段をこうこ言ってもあれですか、値段は4万、えー、4000円で、えっ、ー、とですね、メモリーとかハードディスクというかストレージがしょぼい、えー、わざとしょぼい、えー、構成になっているのを選びました。えっ、ー、と、メモリーは8ギガしか積んでなくて、えっ、ー、と、ディスク、ストレージもハードディスクの512ギガのやつが入ってるだけで、 あの、SSD もないんですね。で、えっ、ー、と、まあ、なんでそんな中途半端なのにしたかというと、メモリーは、えっ、ー、と、もともと持っている、えっ、ー、と、デルのパソコンのメモリーが流用できそうだったし、えっ、ー、と、さっき言ったように、ストレージは、えっ、ー、と、1TB の SSD があるので、これを移植しようと思っていたので、えっ、ー、と、まあ、そこは何でもよかった。できれば、しょぼい、しょぼい方がいいっていう感じに、え、思って、それを、え、買いました。 でですね。えっ、ー、と、ま、買ってからが結構めんどくさくて、えー、っていうのもそのストレージを移植しようとしてるわけですから、うんと、ま、前もそうしたんですけど、あのー、 えっと、ノートパソコンってストレージ、メインのストレージが1個だけっていうのが標準だと思うんだけど、このメインのストレージを交換しようと思うと、オペレーションシステム、その Windows 11の入ってるディスクなわけだから、えっと、どうやるのっていう気持ちに、まあ、あの、こういうことやったことない人だったら思うと思うんだけど、えっと、Windows の場合は、えっと、回復ディスクっていうのを、えっと、作ってあげることで、USB ドライブに、えっと、その、再インストールするのに最低限必要な情報を逃がしてあげて、 その後ディスクを空っぽの新しいものに入れ替えた後、再インストールというかそのディスク、USB のディスクからブートすることで、えっ、ー、と、なんていうのかな、その、 Windows 11をもう一回空っぽのディスクに入れ直すっていうことができるので、その技を使って、古いパソコンに入っていた 1TB の SSD を新しいパソコンに入れ直して、新しいパソコンに元々入っ買った時に入っていたハードディスクはいらないので、とりあえず取り出して、外付けハードディスクとかとして利用しようかなと思ってアダプターを買ったりしてますけども、まあ、そんな風にしていますと。でメモリーは DDR4 という企画にのっとっていれば、えっ、ー、と、古いものも新しい方には刺さります。ただ、速度が遅い。えっ、ー、と、DDR4 のメモリーの中にもいろんな速度のものがあって、古いパソコンについていたのは速度が遅いものになっていて、新しいパソコンに入っていたのは、えー、速度の新しいものというか、そのパソコンに合った速度のものが入っていたので、えっ、ー、と、ちょっと遅い状態のメモリーになっちゃうけど、それでも良ければ古いパソコンのものを持ってきて動かすことができますと。で一応昔のパソコンもそのまま動く状態を維持したかったので、えー メモリをそのまま交換しちゃうと 新しいパソコンに入っていたメモリーは速度が速すぎて、古いパソコンには入れられなさそうだったので、えっと、古いパソコンには 16GB のメモリーが、16GB のメモリーが2つ刺さっていて、32GB だったんだけど、そのうちの1枚を新しいパソコンに持ってきて、えっと、新しいパソコンは今 24GB。で、古いパソコンは 16GB っていうふな、えっと、メモリー構成にして、一旦は動かしています。で、古いパソコンもいらなくなったり、動かす必要がないって判断したら、残りの 16GB もこっちに持ってきて、 32GB にしてもいいし、まあ、最近使ってても別に 32GB 使うことはないので、まあ、24GB のまま運用してもいいかななんて、えー、思ったりしていました。で、まあ、そうそう、今回ね、古いパソコンも、えー、っと、生かし、生かすというか、その、ブートして作業できる状態を一応保ちたい。まあ、中古で売ることを考えても、その、動かない。 パーツの足りてない状態より揃ってる方が高く売れるだろうし、えー、まあ何か見落としがあって古いパソコンに戻りたいってなった時もその戻れる風にしておいた方がいいと思って、まあその内部のストレージ移植しちゃうんでそこは無理なんだけど <laughs>、それ以外に関しては、その両方動く状態で、最終的に両方動く状態にしたいなと思っていまして、うんと、まあそのように、えっ、ー、と、なんてうの、ドミノ移植みたいな作業をすることになりました。 で、あの、うちには、あの、ナス、あの、なんだ、写真を置いておくための、写,写真を保存,保存しておくための大きなストレージがあって、まあ、ラズベリーパイに2テラのハードディスクが2つつながっているものがあって、で、さらにもう1つ4テラのハードディスクがあって、それがそのコールドバックアップ用となっていて、まあ、何か作業をするときとか、えっ、ー、と、に、えっ、ー、と、その2テラのハードディスクにあるものを逃がす先がなんかいるだろうと思って、あんまり普段は動かさないんだけど、4テラのハードディスクが1つありまして、えっ、ー、と、まあ、そのハードディスク別に普段使ってるわけじゃないので、えっ、ー、と、取り出してきて、今の1テラバイトの その、元々使ってたパソコンのデータをまるっとじゃないな。そのうちで、えっと、その OS と関係ない自分の作ったもので保存しておきたいものを、一旦全部その4テラのコールドバックアップ用のディスクに移して、で、まあこれでバックアップは取れたってことで、えー、っと、その1テラの SSD は中身を空っぽにして古いパソコンに挿しましたと。で、古いパソコンのストレージはどうするかっていうと、実はこの古いパソコンのストレージは2年前に、えー、っと、元々の、 なん、250GB の SSD を 1TB の SSD に入れ替えたんですよ。で、その 250GB の SSD がまだ、えっと、家に残っていて、データも消してない。で、そのままあったんで、これと思って、そのまま挿したら起動して、2年前の状態で起動して、で、OS のライセンスもそのまま、えっと、同じものが引き継げているようだったので、あ、これでいいやと思って、古いパソコンはそのまま、だから2年前の状態にタイムスリップさせて復活させましたと。 で、新しいパソコンはさっき言ったように回復ドライブを使って、えっ、ー、と、Windows 11のライセンスのまま、1TB の SSD に換装をし終えて、あ、やっと使えるようになったねというのが、えー、今のところですと。<laughs> はい。ね、結構、まあ、パソコンに詳しい人だったら、まあ、よくある作業だねっていう感じはするけど、まあ、詳しくない人からするとこれ無理だと思うので、<laughs> これのおかげで、多分ね、5万とかぐらいはも、 得してるというか、ん、と思うので、あのー、まあ、そんな、耳っちいことやんないよと、耳ちいことケチケチすんなよと思うかもしれませんけど、まあ、楽しみ半分、インストールゲームとかっていうこともありますけど、楽しみ半分、まあ、できるんだから、えー、ね、余計なところにお金払わずに、えー、やりましょうっていう、その、節約根性半分っていう感じで、えー、セットアップしました。 で、えっと、まあ、Windows 11とか新しいパソコンにするとなんか、おぉ、良くなったねみたいな感じになるかなと思ったんですけど、まあ、元から予想してた通り、えっと、元々のパソコンでスペックは結構満足していたので、そこまで、えー、すごいいいなってことはなかったんですけど、まあ、あえて言うと、新しいパソコン t y p e C で、電源とディスプレイの両方を、えっと、転送できるようになっていて、 えっと、なので、で、うちのね、ディスプレイが結構いいディスプレイを買っていたので、えっ、ー、と、ディスプレイから給電できるんですよ。なので、t y p e C のケーブル1本繋ぐと、えっ、ー、と、ディスプレイにも繋げるし、そこから給電もできるっていうのは非常に便利。ケーブルが減ってよかっ,たよかったなと思っています。それから指紋認証でログインできるようになっていたので、まあ、これも便利そう。まあ、シンクパッドなのでという言い方でいいかわかりませんけど、まあ、キーボードはまあまあ、使いやすいかな、ノートパソコンにしては。で、えっ、ー、と、まあ、これはあまり、 この観点ある人は少ないかもしれないけど、あの、分解を結構今回たくさんしたんですよ。その、裏のストレージとかメモリーを差し替えるときに裏を開けて、 で、ちゃんとセットして、また閉めて、起動して、で、またなんかあったら開けてっていうのを何度かやったんだけど、分解は出るの、ラティチュード5580の方がやりやすかったですね。あの、シンクパッドは爪が、プラスチックの爪がしっかり引っかかっていて、これパキパキ外すのが、なんか、壊れそうだなって思いながら、えー、毎回外してました。ラティチュード、出るの方は、あの、なんかね、爪はあるんだけど、あ引っかかりが浅くて、だからってその、脆い感じはしないけれども、あの、分解何度もするんだったら出るの方がいいなと、え、思いました。<laughs> はい。 それからまあ初めての Windows 11ということで、えっと、なんかね、Windows タイリング配置できる、その右半分だけにパッと最大化するとか、あそういうのは結構便利だなと思ったりとか、えっと、久しぶりに、えっと Wind ターミナル、Windows Terminal、Terminal のソフト、Terminal?、まあ、コンソール黒い画面ですね、いわゆる。<laughs> のソフトを Windows 標準やつを使ってみると、これ意外と使いやすかったな、あ、使いやすいなっていうのに気づいて、なんか Windows の10の時もね、ちょっと一回試したことあったんだけど、なんか日本語周りで不具合があって、その時は諦めたんだけど、今使ってみると全然使えるようになってたんで、まあこれはその Windows まあ、日々ね、えっ、ー、と、あの、新しい、新しいじゃない、新しいパソコンの方で足りないソフトがあったらどんどん入れ、えー、必要なデータがあったら古いバックアップのディスクから取り出してきたりっていうのをやりながら、えっ、ー、と、まあだから再セットアップをしつつ、えー、と使っているという感じの、えー、まあ、デブジ移行できましたという、えー、お話でした。 皆さんもね、ノートパソコン購入したり、こう移植作業することあると思うんですけど、まあ、どんな観点で買い替えてるのかなとか。そろそろね、私もなんか今アプリセットアップしてて気づいたのは、もう Windows じゃなくてもいいんじゃないかなと、思い始めていて。今ね、Windows じゃないと動かないソフトは、テレビチューナーを視聴するソフトだけで、あとは、Linux 版がありますね。ほとんど Linux 版がある。 ソフトなので、うん、もう、Windows 10の EOL が来るからとか言って買い替えましたけど、もう次の買い替えの時は Windows じゃなくても、Linux とかでもいいかもないや、まあ Mac って言ってもあるんだけど、うん、なんか古いパソコン買ってきて Linux 入れるのも楽しそうだななんて思ったりしました。まあ家のね、パソコン、あのサーバー自体もラズベリーパイで、あの写真の管理とかしてるのは Linux だし、うん、まあ普段の業務でも Linux マシンに触ることは多いので、うーん、まああとは、 妻が一緒に使っているパソコンなので、そこが、大丈夫であれば、Linux にするのもありかな、なんて、思いましたが、まあ、この Windows11 のマシンは、まあ、これからおそらく5年ぐらいは働いてもらおうと思っているので、えっと、まあ、にするのはその後かなと思いますけれども、まあ、そんな感じで、新しいパソコンのセットアップをしていました。お値段をまとめて、紹介すると、なん、なん、何なんだって感じですけど、えっと、パソコン自体が4万、いくらだっけ ?4 万5千円ぐらい で、あとは、えっと、SSD を SATA、シリアル ATA に変換するコネクターが必要でした。それはどうしてかというと、元々のパソコンにはハードディスクが入っていたんですね、シリアル ATA の。で、それを SSD に変えるんだけど、その時に変換器がないとダメで、まあだからハードディスクの形をしているようなものなんだけど、中開けると SSD が入っているみたいな、M.2 の SSD が入っているみたいな、そういうアダプターを買いまして、これが998円。 それから、えっと、元々のパソコンに入ってたシリアル ATA のハードディスクを外から USB で使えるようにするための、えっと、シリアル ATA を USB に変換する外付けドライブが、これが593円みたいな感じで、まあまあ、おおむね5万ぐらいで、えー、買えましたと。 前のパソコンね、あの、まあ、か、いくらだったかな前のパソコンは結構ね、結局トータル10万ぐらいかかったんじゃないかなと思っていて、いや別にケチケチしたいわけじゃないんだけど、か、もの自体は5万4千円ぐらいで買ってますね。で、それに SSD を買えるので、ほら1万円でしょで、この、えっと、去年話しましたけど、ノートパソコンのバッテリーが膨張して買えてこれで6500円じゃないで、メモリーもそうだ、買い足してるわ。メモリーも 32GB のメモリーを買い足してってやると、えっ、ー、とね、いろいろ足すと、えっ、ー、と、9万2764円 って書いてるね。まあ、10万ぐらい結局、まあ、生涯、え、お金をかけたという感じになっていました。ノートパソコンのバッテリーを変えるときにも、見切って新しいのに買い替えておけば、でもそれでも6599円の差額だからな。 まあまあ、うまいこと、乗り換えたんじゃないかなと、思っています。あ皆さんはね、あの手持ちのパソコンに一体いくらのお金をかけていますでしょうかとか、買い替えの時の観点はどんなもんでしょうかなんて、えー、ちょっと、はい、意見があったら聞いてみたいなと、え、はい、思っています。あの、まあ、ね、あの、こんなケチケチした話をしてると妻からは、いやいや、あの、その、君の仕事は、そのパソコン使うことなんだから、仕事道具ぐらいいいやつを買いなよって言われるんだけど、まあでも、いや、いいやつ買ったつもりよ。いいやつ買って、こんなもんかなと、無駄に金使いたくないっていうだけでね。うん、だってね、32GB もメモリーあるし、うん インテルのえっ、ー、と第11世代ってそんなに古くないでしょ。 まあまあ、ね、1テラのハード、SSD ついてるし、みたいな感じで、えっ、ー、と、まあまあ、えっ、ー、と、いいマシン変えたんじゃないかな、と、ええー、思っては、おりますが、いや、何分ね、ずっと CPU の、うん、情勢を追ってるわけでもないし、Mac の方もあんまり自分では買わないものと思って選択肢から外していたりするので、うん、何かもっとお買い得な情報とか、新しい観点とかねあ、GPU とかも私ゲームしないんで、うん、何でもいいやと思ってるんで、<laughs> んまあ、そういうところで人それぞれ個性が出るところだろうな、とは思うんですけども、まあ、えー、私はこんな感じでノートパソコンを買ってセットアップしたよというお話でした。 さて、次のネタ行きましょうか。うんとですね、日記のメモによると、思い通りにならないことをストレスにしないというふうに書いていまして。なんかね、まあ、ここ最近、んなんか、ま、イライラってわけじゃないけど、自分を旗から見ていて、何かこう、ストレスを感じてるなと思うことが、 ありますと。まあ、ずっとあるんだけどね。えー、まあ、こうやってその人生を日記で振り返ったり、ポ、え、ッ、ー、ドキャストでしてる中で、えー、まあ、なんかこう思いついたことはメモしてるんだけど、なんかこう思い通りにならないことにストレスを感じがちだなと思って、まあ、メモを書き始めたんですよね。で、これはその、うん、ちょっと前に話した先が見えていた感に抗いたいみたいな話とも似てるような気がするんですけど、まあ、こういうことをするとこんなもんでしょっていう、なんか期待値のようなものが、うん、高く、 なっているんじゃないかなと思っていて、自分にも他人にもね。どうして自分はこんなにことができ、思った通りできないんだとか、どうしてあの人は私が、えー、っと、思っているようにやってくれないんだとか、そういうことをなんかね、あの、ま 疲れてるとだと思うんだけどね。あのストレスになりやすく、うん、なってんじゃないかなっていう風うに、えー、思っていて、うんね、これ良くないことだな。こんなことでストレスを感じていてもいいことないぞと <laughs> 思って改めて文字にしてるんですけど、うん、まあその特にねサラリーマン新卒で同じ会社に入ってずっとサラリーマンなんかやってるとでまあうん、まあ、子育て始まってちょっとねいろいろランダムが出てきてますけど、まあ、定型的な日々にこう慣れすぎていて、そこから外れる行動に対して極度に恐れるというかだったり、あとその変化が常に予定 調和であることをとに安心するというかそういう気が強くなってきていると思っていてまあ、このままこんなことでストレスをためているようでは人生楽しめないなぁなんて、えー、思っていてなんかねある種老害化というか老人になっ できてるって、そういうご老人いらっしゃるよな、なんて思っていて、別にね、その、その人も怒りたくて怒ってるわけじゃないと思うんだけど、でもそういうことでストレスが溜まるのが人間なのだぞ、ということを、あの、なんていうのかな、しっかり自分に言い聞かせないといけないなと、と、えー、思っていますと。とか思って、まあ、なんか老人とか言ってましたけど、これね、子供とを接している時も、子供がこの振る舞いを良くするな、と思って、えー、観察してることを、観察してい、えー、いますと。例えば、この間私が、 ご飯をね、娘と一緒に食べてたら、私が先に食べ終わったんですよ。そうすると娘が、金メダルが良かったーとか言って、金メダルを、私がその中で一番最初に食べるのは金メダルとか言ってることがあるんですけど、で、良かったって言ってこう、感触みたいなのを起こし始めたことがあって、まあそれは無理じゃん。そのまあでも娘の中では思い通りな状態。自分の中では自分が一番に食べて、すごいね、金メダルだねって親に言ってもらうっていうのはやりたかったんでしょうね。でもそうならなかったから、すごい怒る。感触を起こす、みたいな。 これは思い通りにならないことをストレスにしてますなと思っていて。まあ、それに限らず子供って大体そうで、あの、その、にまあ感情コントロールが下手だったりとか、あとまあ視野が、えっと、狭いゆえに、えっと、自分の、その予想外の良くないことが起きた時に、えっと、感触を起こしたり、ストレスを溜め込んで感触を起こしたりしてしまうことが、あるよね、と思っていて。まあその時はね、あの、妻が気を利かせて、あの <laughs>、 あ、パパはまだお茶を飲んでないね。お茶少し残ってるね。とかって言ってくれて、あ、本当だ、お茶残ってるわ。とか言って、早く食べな。とか言ってやって、あの、うまく、えー、なんか怒りを逃してくれて、しかもそれでね、納得する娘っていうのは、そのコントのようなやりとりがありましたけれども、しかもその後私ね、用事があって、早く行きたかったから、えで、でもここでお茶を全部飲んじゃうと、また娘がさ、その、金メダルって言うじゃないですか。で、どうしようかなと思って、あ、じゃこれちょっと、もうお茶飲めないや。って、もう、ちょっとパパは金メダルダメだわ。とか言って、お茶残して、家を出たんですよ。 全然それで娘は OK だったんだけど、それで委員会っていう <laughs> ツッコミがありましたけれども、あの、まあまあとにかく、子供もそうだなと思っていて、だからその老外化とか,かい、老化とか書き、書いたけど、単純に、老人だからとかじゃなくて、うん、その感情のコントロールとか視野の広さみたいな人間としてのパフォーマンスが落ちると、 えー、そういうことはストレスになるんだろうなと思っていて。うん、だからまあその老人になっていくのっていうのはつまりその幼児対抗してるっていう風にも似たような面があるんだと思っていて。うん、だからまあその今の娘を見てあの自分がおやおやって思ってるようなことをなんかそのうち自分も老人になった時にあまたお父さんはみたいな風 <laughs> にな,るなっちゃうんだろうなっていうのはなんかちょっと垣間見えた気がしてまあゾ,ゾッとしたもそうだしまあうまく付き合っていきたいなと思っていてまあ子供と違ってね あの、大人は、まあその、まあ感情のコントロールは難しいかもしれないけど、経験っていうのはまあ、地方省にとかにならない限りは、覚えてると思うんで、その、いや、かつて自分は気づいたじゃないかと。その、ね、若,若いにしろ、年老いたにしろ、まあ人間の性能が落ちてくると、思い通りにならないってことは、ストレスになるものだから、ちょっとその、構えとこうねっていう、なんかそういうその、気持ちを大事にして、自分をちょっとこう、 遠くから見る自分みたいなのがいるような状態をうどう勤めてそういう状態を維持するように、えー、してあのそんなくだらないことでストレスを溜めないようにしていきたいななんて、えー、思ったという話でしたこれね子供がそうだっていうことはあんまり思いつかなかったんだけど子育てしてると本当にその鏡だなと思うことがあって、まあ、自分が小さい頃の話もそうだしその人間 すごく思い入れのある人間の振る舞いとして、えっ、ー、と、子供を観察すると、あ、自分にもそういうとこあるよねっていうふうに、えー、思うことがあって、で、しかもこの幼児のうちの、その、考えの足りてない状況とか、その認知のスペックが低い状態っていうのは、なんかこれから自分に訪れてくる認知の低下とかと重なるものがあるのではないかと思っていて、うんなんかこう、 まあ、あらかじめ、その、子供に対してやってる自分の対応も、もしかしたら将来の自分に対して自分で何か、うー役に立つ何かを今得てるのではないだろうか、という気持ちになったりもしました。まあ、そんなね、まあ、ただイライラしたっていう話なんですけど、<laughs> 思い通りにならないことをストレスにしないというところから、えー、っと、まあ、子供でもそういうことあるし、うん、まあ、なんか認知のスペックが下がってくると、まあ、そういう挙動を人はしがちだよねっていう、まあ、そんなお話でした。 さて、前回の振り返りの話ですが、えー、まあ前、あんまり井戸端の方には書き,書き込みはなかったんですが、イナジョブ側の方で、ディスコードサーバーイナジョブ側の方で、えっ、ー、と、私の話し方が聞きやすいね、聞き取りやすい喋り方だね、なんて、えー、コメントいただいて、いや、まあその、早口になることとか <laughs>、欠点ではありますが、まあ滑舌はいい方だと自認はしているし、まあそれは自分の、まあ才能というか、まあ特性の一つなんで、まあ活用していきたいよな、なんてのを改,改めて、えー、感じました。それから えっとね、前回そのポッドキャストを構成する技術の話をブログに書いたよみたいなところを話しましたけれども、まあその流れで、えっ、ー、と、イナジョブ側に集っている皆さんの利用されているマイクの紹介なんかをしていただいたりとか、えー、しましたと。まあ割とね、皆さん、あの、そんなに高くないマイクを使ってる感じだったので、えっ、ー、と、まあこれでいいんだなぁなんて自分, <laughs> 自分も思ったりしましたが、いやいや、もっとね、ちゃんとしたマイクを使われている方もいらっしゃいますので、ぜひ、そういったご意見も引き続きお待ちしております。それから、 えっと、親から、ええーね、ヘビーリスナーである、このポッドキャストの多分一番のヘビーリスナーであると思われている親から感想のお便りが、えー、届きました。えっ、ー、と、まとめてね、半年分ぐらいガッと MP3 の入った SD カードを送ったんで、あの、毎日1話ずつ聞いているらしく、なんかその、もうき、あの、全部聞き終わっちゃったから寂しいわ、みたいなことを書いてありましたけど、非常に熱心な、えー、リスナーですいつも聞いていただきありがとうございます。で、あの、メモ用紙4枚にわたって、え全、ー、話感想が入ってると。まあ、1話について2、3行ですけどね。で、一緒に、 聞いているであろう、父親が、その、ぼそっと喋った一言も、あの、母親が書き留めて、え、くれているスタイルで、いや、なんか、その、ま、直接ね、聞かせて、感想を聞くのも恥ずかしいものがありますが、ま、こうやって、一個、一個ね、間接的な手紙という形を、え、取ると、ま、ちゃんと冷静、冷静に読めるというか、あの、こういうふうに思って聞いてくれてるんだなと思って、え、ありがたく、え、読ませていただきました。え、でな、ま、ま、あの、母としても、その、 ポッドキャストで私が話している単語が分からなかった時辞書で引いたりとかして、あ、こういう意味なんだねとかって書いてくれたりとか、まあ私が間違って使っている言葉があったらこれちょっとこういう意味違うんじゃないとかってか教えてくれたりとかしていて、まあ私も気づきがありますし、えっと。 母の方も、うん、まあ、なんか、脳、のトレになってんじゃないかなと、えー、思ってます。まあ、えー、と、特筆して、これ、この感想はっていうのはあんまり、えー、紹介しませんが、トーク43の滑らかな親孝行の話のところで、あの、あ確かに、えっ、ー、と、このポッドキャストを聞かせてもらうっていうのは滑らかな親孝行だよねって、母親からコメントが、えー、書いてあったので、あ、ちゃんと、その、そ相互に確認が取れた親孝行ができてるな。親孝行ですよね。そうですね、親孝行ですっていう、このやりとりがあ、できて、これもすれ違ってなくて非常に良いなと思っているし、 なかなか、どうだろうねなんかその、親孝行できてますかって、親孝行してるときに聞くことあんまないと思うんだけど、なんかこのやり方だと結構その、お手紙という形で、親孝行だよねって返ってくるのは、なんか面白い体験だなと、ね、思って読んでいました。それから、東京47の誕生日プレゼントの話のときに、なんか我が家のお小遣いと誕生日プレゼントのシステムについて話したんですけど、なんか、 うちの母の記憶ではそうじゃなかったんじゃないかと、その、たまったお小遣いをクリスマスや誕生日の時に使えるみたいな説明を私はしていて、私もそう思ってたんだけど、いやなんかやっぱ小遣いは小遣い、誕生日やクリスマスの時はそれはそれで別の枠からお金が出ていたようなことを言っていました。そうだったかもしれない。 少なくとも、ちっちゃい時はそうだった。で、大きくなった時にお小遣いじゃなかったかなまあ、ちょっと別にここで揉めてもしょうがないんだけど、えー、まあそこは諸説あるということで、<laughs> えっと、まあそんな、えっ、ー、と、フィードバックが母親からも返、えー、ってきましたと、えー。お聞きいただきありがとうございましたと。ねいうところで、えーまあ、前回の振り返りのお話でした。 さて、お届けしてきました、稲ョ部の試しに録音してみた略してため録、トーク62、そろそろえおしまいの時間になってきました。えー、ま今回は非常にえ体調が悪い中、お聞きいただきじゃないやお聞きいただきじゃない、体調悪いのは私だわ。体調悪い中、録音させていただきましたが <laughs>、でもね、こういう、その、なんていうのかな、風邪ひいた中でもこうやって雑談ができる。 というのは非常に良いストレス解消にもなってるし、まあルーチンなので、やんない方がそわそわするなと思っていて、話したいこともあるしね。なので、あの、いつも皆さん聞いていただいてありがとうございます。私の、あの、メンタルケアにもなっておりますし <laughs>、あの、はい、引き続きよろしくお願いします、というところです。まあ、このポッドキャストは、え、ものづくりが好きで、子育て中のエンジニアである稲城の、え、なんでのない雑談。今回本当に、私の体調の話とか、ノートパソコンの話、こんなブログに書けや、っていうような話かもしれませんが、ん、まあちょっとね。 話してみました。えー、まあ、引き続き、えー、興味あるぞという方は、えー、ぜひ購読していただければと思います。それからね、フィードバックのところでも、えー、お話ししましたけども、え d ディスコードサーバー、イナジョブガバというのがありますので、えー、こちらも概要欄から、えー、入れるようになっておりますので、えー、イナジョブ自身に、えー、興味のある方とか、私とものづくりの話がしたいとかあー、私と何かコミュニケーションしたいという方は入っていただければ、えー、と、いいかなと思います。まあ、今日はこのぐらいに、えー、しようと思います。お聞きいただき、ありがとうございました。